どうも皆さん、ガンプラ作ってますか？ガンダム大好きガキオでございます。さて今回は久しぶりのガキオのガンプラ探訪ということで、久しぶりにねちょっと買い物に来ました。確か先日9月12日がね、いろいろガンプラが再販の日だって言われてて、でまあゼータとかゼッツーとか百式とかね、なんかその辺の再販が来てたようなので、ガキオねタムタム仙台店にやってまいりました。果たして1日経った後に再販のキットは残っているのか。じゃあジョクラ行ってきましょう。あ、ちなみに後ろのパンダは娘のやつです。さあ、そんなわけで帰宅いたしました。見てください、買えました。この2体を買うことができました。今回の再販でガキオが欲しかったやつを2つ買うことができました。欲しかったリゼルはなかったんですが、何気にこの通常バージョンの DJ も持ってなかったんで、これは嬉しいですし、あと Z2 ね、なかなかね欲しい時に金なくて買えなくてで、気づいたらコロナで全然買えなくなるっていうね。そんな Z2 も再販でゲットすることができました。俺は嬉しい。でもね、たむたむさん本当すごくて、 DJ も Z2 もまだ残ってました。13日火曜日現在ね。あとガブスレイとバーザムもちょっとあったし、 F91 とか百式が結構積んだったな。大体みんな持ってんのかな。東北は宮城仙台、1日過ぎてもまだ買えるお店もある。そんなガキオのガンプラ探訪でございました。今回は以上です。また次回の動画もご覧ください。ガキオでした。